ハージナです。クワです。ということで今回は新人モデルのティラの家に突撃していこうと思います。イエーイ。それではどうぞ。あ、ジュナです。クワです。お疲れ様です。開けてください。なんかこっちが緊張する。お疲れ様です。一撃しに行きました。来ました。どうぞ。そのテンション感やばい。お邪魔します。今からキラちゃん家を隅から隅まで探索して、なんだっけ、いろいろ見つけていこうと思います。いろいろ見つけていこうと思います。ちょっと、靴下脱いだ方がいい。お邪魔します。わお。こんにちは。あ、こんにちは。映っても大丈夫ですか？映っても大丈夫ですか？あ、こんにちは。あ、こんにちは。はじめまして。今の部屋は2階ですね。すげえ見えるとこもすごいよ。かわいい。しかもプリクラもいっぱいあるし、かわいい。こんなに綺麗にプリクラ並べたことないんだけど。すごい。これは何？これはファンの方が配信で1位おめでとうって言って作ってくれて。かわいい。めっちゃかわいい。すごくない？なんかすげえベッドの上。ほんとや、ここにも写真ある。ね、え？すげえ。すごいんだけど。あゆが好きなの？あゆカウントダウン行って一話と全部買いました。すごい、すごい、かわいい。あ、見て、エッグがいっぱい。あ、エッグだ。ほんとだ、すごい。え、すごい、サングラスめっちゃある。無理すんな。サングラスいっぱい。え、すごい、サングラスいっぱいある。すげえ、しかもなんでこんなに斜めにかかってる。確かになんか独特なかけ方だね。あとこれは？え、ジュナじゃない？これジュナちゃん。ほんとだ、ジュナ。ジュナすげえ、めっちゃ下手かもなんか。なんか色曲がってるよ。2年前のスナップの時の。だから下手なのかもしれない。今はもうちょい腕が上がったはず。あとはこれは？あとは、ももあちゃんとりわちゃんですね。りわちゃん、そういう、ももあちゃん、かわいい。なんか、ちょっと一人だけ。ちょっと、いろいろ出してくれる。一人だけなんか。ポだよね。これ何？え、これ、ちょっと聞いてる。あ、ごめんなさい。泣くね。ちょっと、やけど。かわいいけど、全部なったらキモすぎる。確かに、全部。これ泣いとったらちょっとキモいかも。やばい、やばい。ちょっとキモいかも。あ、これ知ってる。すごい。ハローキティ。そう、ハローキティ。なんか、iPhone で。え、すごい、何それ。え、クッションってこと？クッションなんかも、なんか、スマートフォン。すごい。ペットの上。ペットの上。ペットの上。え、これ覗いていいんですか？あ、大丈夫、全然。じゃあ覗きに行こうと思います。よいしょ。お、すごいよ。わぁ！クッション持ってきました。すごい。クッションめっちゃ可愛い。すごい、クッション可愛い、めっちゃ。レディが好きなの？レディずっと昔から集めてるのと、ママの友達とかママが持ってて。毛布の肌触りめっちゃいい、これ。どこなんてやってる。じゃあ今からクローゼットを探索しまーす。マスク場がある。可愛い、独学してるの？これで学校行ってんの？これで、ね、学校じゃなくて、こっちで学校ですね。あ、あ、違う違う。なんか、ジュナと違う。そうか。そうだ、それそう。それそう。それそう、場所が。ここは、すごっ。自分で描いたの？いや、違う。ママです。ママすごくない？あ、こっちにもジュナちゃんのサイン、ここに。あ、本当だ、ある。ジュナいっぱいサインしてるじゃん。ねえ、ジュナいろんなところにサインしてるよね。いろんなところにサインしちゃってる。でも、え、かわいい。すごい。すご
いろんな人からもらってる。このさ、タンスが可愛いのも気になるかも。確かに、どこで買ったのこれ。これ、なんか今、ずっと赤ちゃんの頃からずっと見てて。うん。え、赤ちゃんの頃からそれなの？赤ちゃんの頃。ママ、ギャルだね。もっとじゃない、このカゴ持ってるよ、ドンキの。じゃあ結構あれなんだ。買うとしたらドンキとかが多いのかな？え、昨日もドンキ行きました。ドンキ大好きだ。ドンキのカゴ。これ、本当に可愛い。し、あの、使いやすい。これの可愛さ、ちょっとわかります？うま、ちょっとここはちょっとわからなかったと。なんか今気づいたけど、キャラの T シャツがなんか面白い。あ、お前どこでしょ？何喧嘩する？言われちゃった。とかが気になったな。このステッカーがいっぱい貼ってある。ね、可愛いね。可愛い。可愛いこれ。結構貼るの？ステッカーとか。結構集めるのが好きで。ね、なんか部屋見てて分かった。集めるのが好きです。え、てか勉強道具ないの？ここ勉強道具はここですね。え、どこですか？ここ。あ、え、あ、勉強する気、勉強する気ある？一番隠れてる気がする。確かに。じゃ、宿題とかはあんましない。しない。あ、しない。あ、ココアズジュナー宿題する？しない。なんか、サニーでも宿題しない。しない。しないよね。そうだよね。じゃあ次は、キラちゃんのママの部屋に移りまーす。イェーイ。失礼します。すげえ。キラの部屋との温度差すごくない？エッグとナッツ。あとナッツって感じ、すごい。え、でもここにちゃんとね、ギャル。しっかりギャル感じるよね。めっちゃリップとか、そうそうそう、思った。すごい、めっちゃ。かわいい、この時計。止まってますよ。止まってます。リビングはこんな感じ。うん。で、ここすごい、広い。てか、テレビでかっ。写真可愛い。それしんどいの？これしんどい？え、ただずっとやってるとしんどい。やばい。あの、撮影の前日にやったら3日間筋肉痛でカニ股歩きになる。意味は大丈夫それ。はい、ということで、キラちゃんのうち探索し終わりました。今から家族の人も一緒にインタビューしていきたいと思います。イエーイ。まず自己紹介からお願いします。お願いします。キラです。ポチです。ポマです。キラちゃんは普段どんな子ですか？どんな子ですか？寝てますね、ずっと。ずっと寝てるんだ。学校で有名。学校で有名なんだ。自慢？あ、自慢なんだ。かわいい。エッグ専属が決まった時のお気持ちは？めっちゃ嬉しかったです。嬉しかったです。どうだった？え、嬉しかった。え、でも配信してる時とか結構一緒に。あ、いました。でした。最高何時間やってたの？18時間ぐらいかな。18時間？3時間ぐらいしか寝ないで。キラちゃんにとってはハードだった。いつも寝てばっかり。確かにいつも寝てばっかだけど、配信の時はあんま寝てないんだ。家族喧嘩とか反抗期とかありますか？あります。さっきまで喧嘩しました。さっきまで喧嘩してたんだ。何喧嘩ですか基本？なんか多分私うるさすぎてだらしないからで、それになんか反抗してくるみたいな。あ、反抗する。それはなんで切れちゃうの？無意識。あ、まじ？やばい、やばい、やばい。ちなみに兄弟喧嘩はどう？兄弟喧嘩は知らないかな。あ、するんだ。え、弟って何歳？小3？小4。あ、小4。小4かな？あ、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 やばい。ジュナの方が分かってる。ギャルになり始めたきっかけは？ジュナちゃん。たまたま東京にいてインスタで知って、そのまま会いに行って、
会って髪の毛染め始めて、次の日に染めに行きました。すごっ。どうでしたそれ最初、なんか中途半端なら嫌になって言いました。あ、逆にですね、なら有名になれよみたいな。うんうんうん。どう、お姉ちゃんがギャルなのは。すごいすごい。家族だけが知っとるキラちゃんの一面は何ですか。泣き虫。何で泣いてることが多いですか。私に文句言われて泣かせてるってこと。全然それ泣かせてる。家族の皆さんからなんかエール的なのありますか。みんなと仲良くしてくれればいいなと思います。素敵。もっと人気になってそっち学校でね、学校でもっと人気になってほしいよね。お願いします。どうでした家とつ。なんか広々しとるし、キラちゃんの部屋も可愛かったし、なんか家とつ楽しい。家とつ好きになった。家とつが楽しくなりました。お、じゃあ他の子の家も行きたい。あ、じゃんじゃん行きたい。じゃんじゃん一口にじゃんじゃん行きたい。今日も見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。お願いします。